皆さんこんにちは、バロです。それではバリッシュ道続きをやっていきたいと思います。でそれはいいんだけれども、これ私事なんですけど、だいぶ時間が空いたんで、どこまで何をやったか忘れちゃったよね。とりあえず進めていきましょうか。あ、そっか、ここまで立てたんだ。で、そうだね。こっちに、一つ、市場があるんで、こっちにもう一つ建てましょうか。市場をね。で、ここが発展したらの話ですけれども、こっちの方にも、村、集落を、もう一つ発展させて、交流所をもう一つ作ろうか。はい、ではやっていきましょう。もうやってるんだけれどもね、すでに一人木こりが死んじゃったけれども、さあどうですか、家は建てれそうです？一軒建てれるね。一軒建てれる。 あともう3人で100人になります。もうちょっとだね。生産状況はどんな感じ？消費が上回っていると。さようでございますか。ちょっと食料を管理していかないといけないんだけれども、これはすごい量で減ってるね。よし、それでは、応急処置として、ここに倉庫を建てます。とりあえず、はい、よし。ここに倉庫を建てて、そうだね、ここにね、通勤してもらいたいんだよね。だけど、その通勤までの時間がちょっと遠いから、そうだね、この辺に家を建てるかな。こちらの方にね、とりあえず様子見だね。とりあえずの様子見で、どうなっていくかというものだね。ちなみにどのぐらい取ってんの？ここはだいぶ取ってんだけどね、だいぶ取ってんだけれど、なかなか。じゃあ狩猟小屋作っちゃおうか。これ以上お肉取ってもしょうがないんだけど、本当は種が取れればいいんだけれども、16頭やっぱり何も生産されてないね。ミルクは CC の方か。あと4頭。すごいね。お肉ばっかり食べてる村ね。けれども、幸福度も、裕福度じゃない、健康度もマックスだね。こっちが健康度か、こっちが裕福度か、マックスだね。とりあえず食料が事足りてないという状態なので、狩猟小屋を作ろう。狩猟小屋はこれか。はい、じゃあここに、でこれはちょっとストップ、先に、物置小屋を作ってもらって、いちいち向こうまで持っていかなくても、ここで取ったものというのはここの物置小屋に入れてもらうという形にしたいなと思います。それはいいんだけど、また一人死んじゃった。鍛冶屋がなくなったね。とりあえずここを作ってもらったら、狩猟小屋、もう7000、約8000しかないから、ちょっと怖いなと思うよね。で多分一人死んで、だから世帯数変わりなしね。ちなみに22年目なのね、もう。
いや、それはまあいいとして、ちょっと待った、病床にが来たね。まあとりあえず人口も増加にあるから大丈夫なのかな。はい、よし、何持ってきた？種、羊の毛、まあ買うんだけどね。33で165、ってことは、42。オッケー、ちょっと、いいもん持ってきてよ、マジで。種持ってきてよ、種。食料もちょっと微妙になってきたね、やっぱり。ああ、一人成人した。成人したね。頑張って作ってもらいたい。とりあえず、のろし小屋。これちょうどよかったね、ここ。まあ、本当はここ一本道を来たかったんだけど、お兄さんどうした？どこ行くの？まあ、思いっきりしかこれ水没してるよね。で、なんだろう、このゲーム。こうやって見てるだけでもう、まあかなり癒されるよね。ちょっと早い？緩めてみる？これがね、1倍速。のんびりしてるね、いいね。ちょっとごめんなさい、早める。オートセーブ入った。よし、できそう。もうちょっと頑張って。75%。よし。 まあこれができたら、もうちょっとこっちの生産力も上がっていくかなと思ったり思わなかったり。よし、じゃあ狩猟小屋も作っちゃってください。こっちもね、本当はもうちょっと発展させたいんだけれども、とりあえず種が来ないことには何もできないよね。ということで、とりあえずの放置で、誰か死んだ。漁師。漁師事情はどうですか？変わりなしだね。ちなみに23年目に入ったね。なんか村って感じだね、やっぱり。いいね。まあ余談ですけど、僕はこの村よりは都会の方が好きなんだけどね。まあそれはどうでもいいんだけど。人口は？はい、98人。あと2人でとりあえず100人になります。あと2人。あと1人だね、子供生まれた。全く進まない。お、一人成人した。成人したので、大工に割り振って。だね、これ食料のバランス悪いよね。バラエティが少ないもんね。
あれ、これ道できてない？もしかしてこれまだ。さあ3つ目の、狩猟小屋、まあ川がね、これで動物の川ね、鹿の川か、うん、大量に取れるかなと。あらあらあら、また死んじゃった。また人手不足になり始めたかな、ちょっとずつ。何かがいっぱいになった。木材すごいね。はい、じゃあ2000にして、あのどうせなくなるんでね、木材も薪も。はい、できたので、じゃあ一人だけ割り振るか。狩人あと2人入れるんだね。じゃあ甲府今そんなにいらないから、狩人に2人割り振っちゃって、にしましょう。ちょっとね、この人口のバランスが悪いよね。まあ3人2人か、2人労働者になった。あ、これで100人になった。ちょっと人口のバランスが悪いかな、若干。家を2つ作れるので2つ作ろう。まずはさっき言った通り、この辺にまず1つ1と。ちょっと待って、これどこまで、どこまでいけ。あ、この辺全部大丈夫。 OK、じゃあもう一つ、よし。二つ作って、三人大工にすると。お、牛生まれてるよ。なんやらちっちゃいのが。あ、これは見れないんだね、牛は。あと一頭だ、あと1頭。順調なんじゃないでしょうか。あ、あと1人だね、10人。あと1人で100人になりますと。なんかいいね、この最初に作ったトンネルをさ、しっかりと皆さん使ってくれてる。最初の方でここら辺にトンネルをまあ掘るという話だったけれども、このままの勢いでいくとこっちにまあ伸ばしていって、でまあここ道通しちゃえば、ここの石は、おっと、石はまあ節約できるのかなと思ったり思わなかったり。何持ってきた。はい、うん、コート、これは欲しいね、若干。買っちゃおう。80個。 OK、じゃあ次はもっといいもの持ってきてね。ここになんかあるの？まあまあそれはどうでもいいんだけれども。おお、家もできそう。うん、もうすぐできるかな。できた。25歳と15歳。あららら、あの3歳取りからいきなり木こりになったね。はい、じゃあもう一つ。誰か死んだ？あ、死んだね。はい、18歳と14歳、若い夫婦がどんどん入っていくね。一人生まれた。あー、
家がありすぎる。見てみますか。55歳、43歳、42歳。あー、ここ高齢になってきてるね、だいぶ。ここ若いね。だいぶ一世帯住宅も増えてきたと。あら、これ一人だ。76歳。まあとりあえず今のところはこと足りてる感じかな。食料以外は魚の数がすごいね。てかこれ見ると鹿肉の数が若干少ない。じゃあとりあえず作ってよかった。はい、じゃあこんなにいらないから豊富に割り振っとこう。とりあえず建てれるもの、建てるもの、建てなきゃいけないもの、こっちの道を作ってくれないみたいね。必要ないっていうことかな、とりあえず。どうですか。うん、変わりなし。牛事情、釣ってるね、釣ってるね。わ、すげえ数釣り上げてんじゃん。おっと、ちょっと待って、一人死んだね。はい、うん、特に今のところやることはないかな。ねえ、すべてこと足りてる感じだな。他のものも作っていきたいのは山々なんだけれども、なんせ問題ないでしょう、いろいろと。うん、交流所作る？まだいいと思うんだけれども、作っちゃおうか。じゃあ交流所をもう一個作って、種が来る確率を上げていきましょうか。ならね、どこに作ろうか。目の前でいっか、ここにね。じゃあここに、交流所2つ目の交流所。よし、これでまあもろもろできてくれるはず。よいしょ、こっちに投げちゃおうか。こういうふうに、労働者も増えてきたので家も同時に建てていきましょう。ならば、うん、運んでるね。はい、じゃあこれはどこまで？この辺まで来るわけね。 OK、 じゃあ家をもう一つこの辺に建てちゃおう。まあ今家がいるのかどうかは分かんないんだけれども、まあなんとなく。どうですか？うん、いらなかったね。じゃあここは停止。
はい、じゃあ一旦停止。御所人が来たので何を持ってきた？何を持ってきた？鉄。鉄。買っときますか。ねえ。66で330、83。はい、OK。食べ物系全然持ってきてくんないね。食べ物系全然持ってきてくれないね。ん？もうちょっと。あ、100人突破したかな？結構前に突破した？もしかして。やっとだね。やっと、10分の1になりました。まあ先は長いね、まだ。おっと、死んじゃったね。でもまあここから人口が増えるのはあっという間だった印象があるけれども、まあ何せ僕はあの総人口500人ぐらいだったかな、までしかやったことないんで。まあなぜかというとね、まあパソコンの性能があんまり良くないからっていうね、まあどうでもいい話なんですけれども。おお、もうできるね。あと 3% 頑張って。できる？よし。はい、じゃあできましたので、まあとりあえずここに一人割り振って。割り振った？割り振ってないよね。割り振って、いいか、とりあえず2にしといて、じゃあ、巻きを1000、それから、魚を、あまりもうないからね。鹿肉を1000。よし、これで、多分もろもろのこと足りるかなと思うので、はい、スタート。よし、ではうーん、足りてないね。あ、ちなみに人口105人になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ここまで。あと、これ何になるの ?10?11? か、長かったね。まあ人口1000人目指して頑張りましょう。また死んだ。労働者に1人になって死んだね。生産量が上回ってるね。もう大体一緒。1年間。年間で見ると、大体一緒。おっと、労働者がいっぱい増えてきたね。石でも切りますか。45個しかないから。ここで石切っちゃおっか。ね。
もうどうしよう。石切り場はこっちか。はい。ここの端っこを石切り場にしちゃおう。よし。で、道路。よし。労働者が大量にいるね。ではそこの横に資材置き場を建てますか。見えないね。家もオンにしちゃうか。はい、多分大丈夫でしょう。あ、逆を見てたね。ごめんなさい。3つ足りないんだ。うん、ごめんなさい。じゃあとりあえず1つをオンにして、じゃあもう1つはどうだろうね。こっちの方に立てちゃおうか、もう一つ。うんうん、この辺にもう一個立てちゃおう。お、すげえ勢いで木切ってるね。大量に人口が増加してきたね。で、一人死んだと。うん。よし。まあ、いっか。見えない。はい、じゃあ採石場ができましたと。全部振っちゃおう。よし、こんな感じかな。それでは今回は時間がちょうどいいので、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。